お寺めっちゃバーンってある場所があってそこに1週間修行しに行ったんやんかえっさん普通にヤバいあいつヤバい看望ね帰るの僕そっから30分バケツでもずっと入ってる何 X ってファッ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 ションブランドっていう感じなくて俺作品作ってるっていう感覚で小んから特別支援学校障害持ってる 行く用のクラスはいということで今日のゴールドラウェッシュパーキャストのゲストは MK ですお願いしますお願いします MKK モダンモンク <laughs> モダン,モン,モ,ダンモンクです現代版修行僧です <laughs> いやマジでありがとうやっとやっと来てくれたやつだねもう1年半ぐらい経ったもんね一番最初 1, <年> 1>,、ね、1年半ぐらい経った、ね、そうだねだ なんか仲良くちゃんと仲良くなった人かもしれないリアルでマジでうん俺そううれしいね。いやだから俺今回来てくれてかことはめっちゃうしい俺もありがとうマジでいやいやいやこっちらことマジでありがとうということでまあ MK はね多分ねまあいろんな人がねどういうところ知ってるのかなって思うとまあやっぱイデアはいはいイデアっていうブランドあとはモデルまあいろいろ活動されてると思うんだけどとか TikTok とかあっ TikTok だそうだよね消しちゃったのあれ TikTok 消したのまあ変えたんだよね ああそういうことかなるほどね <laughs> そういうことですそっかそうだね TikTok でも知ってるんだえどうどういう感じ自分のさ今の活動をさなんかある程度まとめるって言ったらいいかもしれないけど言うとしたら何になる,まと,めるまとめるってむずいけど何してる自分で紹介する時どうすんの人に紹介する時俺こういうことやってますみたいなあーでもやっぱ一番力入れてるものを紹介するからもうイデアかな まあ、イデア。ブランドやってますみたいな。ああ<ー>、ブランドやってますみたいな。<laughs> そうなんだ。<laughs> ね、え、もともとそのイデア始めた、あれは何だったの、のなんで始めた、始めようと思った。結構シンプルで、始めた理由は。普通に、自分が欲しい服。あんまなかったから、自分で作ればいいじゃんみたいな。あ、自分, <laughs> 自分で欲しいやつ、自分で欲しいやつ、作ればいいじゃんみたいな。で、俺グラフィック絵描いてたからさ、最初。あ、そっか、そうそうそう、それで。それを。服にして。うん。 まあ、着ようみたいなあそれから始めたねあな自分のデザイン着たいから服を作ったみたいな感じはうんなんか好きなデザインないから自分でデザインしようみたいなあ<ー>そういうのすげえなだって今結構え2万何千人とかもうインスタもすごいし <laughs> い、まあ、3万3万いったんだ万いった、ね、えすごくね早いね、うん、最近うんウェーさすがです <laughs> <laughs> えさその最初はさ服の作り方とか分かったど,どういう感じ始めたの T シャツにプリントみたいなあーやっぱそっちだそう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 うん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 とか,そから普通にプリントとかもうマジ最初プリントから始めてやった、ね、はいはいはいえー、すごくねえそれは何自分でなんかボディ買ってきてなんか業者のやしてみたいなそう業者なんか見つけたりしてはいはい、はい、そんな感じかなあそうなんだ、うん、えっ今ウィデアっていうどういうブランドって簡単に言うとどんで感じやんどんな感じ、うん、えーっとねー イデアはなんか俺的にファッションブランドっていう感じじゃなくて作品作ってるっていう感覚で出してるんだよ作品作ってるなるほどねでもコンセプトもそういうコンセプトなんだけど一応なんかアート作品みたいなんか別に服だけじゃなくてルックとかでもいろいろ世界観を表現してなんか全部でみたいなイデアスすっていう感覚だからそうそうそう まあファッションブランドっていうか俺は作品服を売ってるっていうか作品売ってるっていう感覚でえってるかな最初どういう感じで結構あれなのやっぱさ、あのー、今はすごいなんかやっぱ SNS とかすごい多分いろんな人が見てると思うんだけどもともとはどういうふうに火ついたとかあるどのタイミングで変わったとかさ。うーん どのタイミングで変わったったて、うん、例えばあ人気出てきてるなっていうか,あなんかいろんな人に受け入れてきたなみたいな感覚っていうか、うん、ああ最初あれかな,なんかキャップがすごいあそうだそう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 なんかいろんな人が来てくれたりしてはいはいはいまあなんか広まってみたいなそこかな最初キャップかそう確かに何かいろんなアーティストもかぶってくれたりして、はい、くれてまあ多分そういうのもあって めちゃめちゃボーンって最初言ったかな。うん、そこから。なるほどね。え、キャップだよね、なんか、メルカリとかで。そうそうそう、転売されてるよっ転売されてた ?2 倍ぐらいの。バイぐらいでだって。なんで。フーディー4万ぐらいになってるみたいな。マジでマジで。やばくねマジで。で、別にアイテムも、なんつうんだろう。今、あんま、今までか。これから結構新しい方出てくるんだけど。 いろいろ出るんだけど今まではそんなにいろんな方は作ってなくてな、うんでかっていうとやっぱさいっぱい作るとさそのんつうんだろう絶対手抜いた作品は出るじゃんまあそうだよねそうそうそしたら俺はすごい力を入れた作品をもっと少なくてもいいからポン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 と出したくてなるほどね数で勝負してないみたいな感じはあるかな そうそうだから今はあんま型はないんだけどみたいなこれからはでも結構もう準備してあってえ面白いと思う面白い感じの結構面白いと思う結構いろいろですよねカバンとかねかばんとか出したのあれはまだまだ出してないねこれからインスタで見てあれ言ってんのかなみたいな感じで聞きいんですよこれからだんだこれからこれからええじゃまあかとかそうだね キャップって話したけどフーディーもしたけど今は基本キャップフーディーパンツ一回スニーカー出したことあるあそうだよねそうそうそうスニーカー出したりとか最初の方俺カスタムとかやってたからねカスタムってどういうことんか自分でミシンで作って売るみたいな数量限定のみたいなそうやってたやつさヤくねえ自分でミシンでやってそのオリジナルの カスタムのジーパンみたいなの作ってあそういうことそう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 売ったりしててそういうのやってたね最初はえそれもあったもん最初受けたのあそういうことねんかいろいろ試してみたらそれがあったりとかんかあんま多分スニーカーとかもその時あんまやってなかったんで他のブランドが他のブランドあまあ確かに確かに出したりとかカスタムあえてやったりとかやってたねえおもろいな すげえっでもモデルとか見てたから俺さそっちでなんかファッションブランド始めたいと思ったのかって勝手に思ってたんだけどそういうわけじゃないいや全然全然全然関係ないんだ全然全然でも俺ファッションは好きないやあそういうことねそそそうううファッションってすごいアートだからああなるほどそうなんか俺は作品として好きですはいはいそうそう服ってよりかはなんか全体服プラス世界観とかそれ全体でファッションが好きでそういうことかそう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  だから別にモデルもなんつうんだろうその世界観とかが結構好きで撮影とかのああそういうことかうんまあそれでなんかファッション関係のことはやりたかったしそうしたら服作ればいいんやみたいな。 ルックとかも取れんじゃんそして、世界観。ああ、なるほどね。そっちだ。だから、イデアは結構世界観にこだわってるというか、ストーリーとかそういうのにこだわってるから。はいはいはい。なるほどね。そっか。世界観ね。結構芸術的やね。昔からう感じうん、かな結構そういう感じでやってるかも。ほんえ、生まれはどこだっけ生まれは日本。バリバリ日本。バリバリ板橋区。板橋区。 マイナーな場所だ。おいお隣隣。あ、隣か。あ、板橋そっか。隣だ。俺、だ練馬とか全然わかる。あ、マジで俺、練馬とかマジで分かる。全然練馬はだけど割ってるかる。俺、練馬でだよって言ってんだけど。そっか。え、板橋で、え、いつまでずっと板橋場の板橋、高校卒業するぐらいまでは板橋いたよ俺あ、そうなのえ、普通に、普通に日本の高校 日本小学校中学校高校小学校中学校高校そうだねええ日本の高校どんな学校かどんな学校どうだったどうだったっていうかうん。なんかやっぱ違うや見た目とかは結構ね俺ね多分特殊なタイプで特殊なタイプ特殊なタイプだと思うんだけどううんん。俺小三から俺特別支援学校学級学級っとこ入れられてた 特別支援学級ってのもいいですえ何それどういうことんかんかあのさちょっとちょっと障害持ってることがさああそういうことそうそうそうんかその子たちが育用のクラスがあってそこにぶち込まれてたえそうだろ俺さ俺そこにぶち込まれて段から ガ何で何、えー、かも、まあ、うん、普通にただただ周りと多分ちょっと違かっただけだけど <laughs> それぶち込まれて <laughs> そこにみたいなそこに行きたいわけじゃないけどとりあえずお前もそこ行けみたいないやなんかぶち込まれもう手に負えませんこの子は病気ですみたいになって、えー、でぶち込まれる <laughs> ぶち込まれて <laughs> で称賛「あ俺終わった」みたいな <laughs> そうなるよね終わった終わりましたーみたいな 覚えてんなよあの感覚。初日初日初日そのクラスにいただきましょうみたいな感じになって。え周り結構いたのそういう人も。いやいやいや俺だけ。あ一人だけってこと。俺だけ。一人の学校一人のクラスってこと別で。あそういうこと。うん周りはそのちょっと障害がある子とか。はい。まあうまく喋れない子とか。うん。そういう子のクラスみたいな。 そうだろう。このところに俺がいるって感じ。やばくねそれ。うんうん。まあだから喋る人いない。あまあそうだよね。いないってかまあ喋りたくてもさ、まあ向こうも別にちゃんと会話できるわけじゃないからさ、喋れない。みたいな。でもめちゃめちゃ優しいよ。あみんなが。喋れないけどすごい優しいし。はいはい。感じるんだよねそういうフィーリングを。あフィーリング感じるんだ。めっちゃ優しいし。うん。 確かにみんなより劣ってたりするけどさ、喋れなかったりさ、ちょっと勉強もそういうできないりとかあるかもしれないけど、でもすげえ芸術センスあったり、なんかズボ抜けて数学めっちゃできる天才はい見たりして、結構面白かったね。そういう感じだった。いつまでそれは高校 までかなだから中3までかな小3から中3まであそういうこと結構長いねしてねそうそうだから俺普通の学校の授業とか受けてないし、うん、あそういうことそうだからそこでやるのって、うん、なんかお前ら別に卒業しても就職するだけだから、うんはい、なんか別に勉強簡単なのでいいだから数学も足し算引き算ぐらいみたいなやるとし<ジ>そう別に漢字のも別に小学校ぐらいのみたいな <laughs> 中学までね <laughs> 俺別にマジわかんねえし他の勉強とか全然わかんねえしだから高校行って入学テストとかなんか X とか出てきたよ、うん、何 X って <laughs> What the fuck?」みたいな「<laughs> <laughs> X って何な俺12345みたいな数字しか知らないよ」みたいなマジでや 何 y とかみたいたな <laughs> 俺だからさ「うんうん、X」って書いてあって何、うん、みたいな俺これなぞなぞなのかなみたいな <laughs> 俺「X」ってアルファベットで何番目かなみたいな12345とか考えて <laughs> ガチ <laughs> そう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 、えー、そう,そう,そう、えー、やばすぎそういう感じだったよえじゃあ高校はどう,どう,どうだったの高校だって普通の高校基本的に入れないよね 入学のだってそう,そう,そう,そう基本的にだから普通の高校入れないよだからなんかサポート校みたいなのがあってはい、はい、だからなんかなんつうの今まで不登校で学校行けなかったですとかちょっと問題があって行けなかったっていう子がちょっとお金入ったらいけるなんかちょっと通信みたいながああ<ー>そういうこと <laughs> <laughs> そこ行くしかないみたいな <laughs> そこかもう。うん 就職かみたいな感じでいやまあでも行きますみたいな学校行きますみたいなほうそうでんか高校も高校になるとそのんか特別支援学級から特別支援学校になるんだよ高校はあはいはいでもなんかそれは障害者免許がないといけないみたいなあそういうことそう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 あうそ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 う うん、ししう取れないからいやまあそうだよねみたいな <laughs> いやまあ知ってますよみたいな <laughs> 先生な <laughs> 知ってますよ <laughs> 俺別に障害ないと思うんだけど <laughs> みたいなまあまあまあみたいなでもなんかその検査して、うん、その結果みたいのでうん、うん、いやなんか正常正常じゃないわけじゃないんだけど、うん、でも正常でもないみたいな。 ボーダーラインですみたいな。なんだよ、それみたいな。ボーダーラインだ。ボーダーラインみたいな。えよ、ー、くもないし、悪くもない,いな。なん <laughs> だ、それみたいな。もういいよ、なんでもみたいな。<laughs> マジか。別になんでもいいやろみたいな。<laughs> え、それ実際にさ、なんかさ、実際行くじゃん。なんか言われるじゃ、うん。ボーなんとかボーダーラインみたいなさ。うん、なんかそういうあれとかあるの何注意欠陥とかそういうことうん、いや、まあそういうのもあるし。うん,う,んうん。なんかね。テストテストじゃないんだけど、 まあ、テストかテスト出されてそれに答えるとかまあ喋られたなんか質問に答えるとかとそんなぐらいそうなんだ結果的に今もわかんないんだ一防弾ラインって言われてたけど今思うとうん,うん、まあまあ、先生方は結構いい目してたんじゃないかなとは思うけど落、ね、ち込んだとは。<laughs> 樋口何でそうなの深井結構ちょっとぶっ飛んでるかもしれないから深先生たちああ結構いい目してたんじゃねみたいな今もうと正常ではなかった樋口だからせいいい目してんなみたいな結構思った樋そうなんだ思ったええ思ったねすげえなそれ全然知らなったわ深井もう言ってないよね樋口言ってないよねま井俺の身内ぐらいしかしないから樋口別に話さないから樋えそうそうそう マジか。もう大変じゃないそしたっけいや、マジ刑務所みたいだよ。あ、そうなんだ。うん。マジ刑務所みたいな場所だったねマジで。大変やな。えでもスポーツ、スポーツもやってたよね。やってたやつ、バスケやってた。バスケさん、それいつかやったのバスケ中二かな。中二から中二中二二。高校もやってたのバスケ。高校は、そう、まあなんかちょっと実業団とかの人やしだた。あ、そういうことそうそうそうチームみたいな。はい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 え、一時期ってアメリカやってたもんね。 一回してたってたそれ何でったのそれもなんかバスケしたくて行ってて、うん、まあでもそこでなんかちょうどイデア始めたぐらいの時に行ったからあそうなんだそうそうそうでんか、まあ、バスケ学校もやっててさ、うん、向こうの学校ってさマジさ勉強めっちゃするじゃんアメリカとかあめっちゃするね確かに勉強とでプラススポーツみたいなうん、うん いやなんかそれ違えなみたいな <laughs> それ違えなってなったんだ <laughs> 違うなって言ったらみたいななんか普通に楽しいって感じなかったんだよねああ<ー>そうそうそう俺常に楽しいを追い求めてんだよねああそういうことそう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 そいそう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 かうそるそらそう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 にうそ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 そう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 そそうそう そうそうそう,うんでなんかそう考えた時になんかイデアをちゃんとやった方が、うん、いやなんか楽しいなって感じたのその時ああ<ー>そ,そ,そ,そういうことかでいやイデアやろってなってええー、なんかスイッチとかみたいなのあったの特になんかなんとなく考えたらなんかやっぱイデアだなみたいなうんなんかやっぱ色すごいクリエイティブだからさう,んうん、うん、そうだよ、ね、やることも、うん、でなんかそうやってた方がなんかすごい いろんな人とも関わるしんかすげえ楽しいなって感じたんだよねすごい迷ってた時期があったんでああそうなんだそうそうこのままバスケで、まあ、向こうの学校来ていいよみたいになってたからあそういうことね次ののシーズンからああ<ー>でそこでもう行ったら2年は絶対に向こうに行くって感じだしあ,あそっかそう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 チームでやるってことだそう最低はみたいな、うん、そこで考えた時にいやいいだよだなみたいなってうんうんうん そう,そういう感じだそうだしなんかいろんなやつなんか友達ともさ、うん、巻き込んでできるからさまあまあまあ確かに絶対楽しいじゃんみたいな <laughs> 絶対楽しいだろそっちの方がみたいななるほどね、うん、なってうんうんやったえー、えー、なるほどねえその時期はもモデルはもうやってたのすでにモデルやってたね16歳から16歳からうんマジでいろんなことやってんね いろんなことをやりすぎて、俺もちょっとわかんなくなってきた。<laughs> 俺もそうなんだ。わかんなくっっなってきかんなくなった。マジで。だから瞑想してるわ。<laughs> 最近瞑想してる。瞑想してる。瞑想してる。瞑想,て <laughs> 瞑想してる。え、だ瞑想、俺も結構さ、なんか最近まあモダンで文句って言ったけど、けど <laughs> モダン文句か、<laughs> モダン文句的だけどさ、インスタで書いてて、<laughs> やばいなみたいな。結構晒しするじゃん。なんか前の話、前したきとかもさ、うん、なんかこの話してもいいかわかんないけど、カエルのなんか毒がどのくみたいなさ。ああ。 カンボね。カンボ、カンボそうそうそう、カエルの毒、なんだっけ、あのさ、言っていいか分かんないけどさ、なんか一回テレビでさ、捕まったさ、なんかさ、重要の人いたじゃん。重要の人誰だ夢結構夢だよな。夢ぶん。うん。でもその人がカエルの毒をやって、みたいな。青汁王子とかやってたんじゃないあ、そうなんだ。でももうう 去年か、L、LA に行った時に、うん、<laughs> まあそれできる人いたからうやってみようみたいな <laughs> いや,やるっしょみたいな <laughs> 別に違法じゃないしみたいなやって、うん、いやマジすごかった何どういう感じだろうプロセスどんな感じなの？なんかあやわすかってやんじゃん今ああわかるわかる,るうん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 あやわすかは結構ね俺の友達とかもあやわすかなんか DMT なんかちょっとわかんないけどほなんかやったっつったねなんかあれの結構弱い版みたいな感じで、うん、あそういうこと そうそうそう。で、まあなんかトリップするわけじゃないけど、はいはいはい。なんかすげえジョーカーみたいな感じらしくて、お<ー>もう体の中のいらないもの全部出るみたい。だからバカ吐くんよ。おお、きついね。めちゃくちゃ吐くしはい,はいはいはい。<laughs> マジで、まあ、あのここここに、うん 根性焼きみたいな焼き印つけはい。でそこにカエルの毒ポンポンポンってのっけられて30分後その毒が回って、まあ、バッ倒れ最初別になんかホント来んのかなみたいな感じだけどなマジ待ってたら「うっ!」てううっ!い」<laughs> <laughs> ってうわ!」やってきて <laughs> もうそこから30分ずっとバケツでもうずっと入って。 30分ずっと吐き続けるんだ。吐きつくそきつかった。きついね。めっちゃきつかった。え。めちゃめちゃきつかったけど、終わったあとめちゃめちゃ最高だった。あ、何すあ、吐くだけなんだ。ちょっとなんか見えたけど。あ、見えるんだ。その30分の間にってことうん、なんかちょっとね。うん。どういうのが見えるのちょっと。いや、なんか自分の今までしてきた行いが見えましたね。 そみたいなんかどっちもどっちもあそうなんだどっちもなんか分かってきて「おあみたいな「はあ」みたいな「もうやばい」みたいな「それどころじゃない」みたいなクソ吐いてそっか俺友達のことやってて2人で吐きまくってへえでもクソそのあともうやばいどういう感じだろいやもう生まれ変わるえどういうことなんかもう新しくなる 自もうん、マジでやばいあそうなんだ、うん、なんか超マインドもす全部なんかもうきっちりしてはいはいはいもうやばいなんかもうこんな感じ <laughs> トランセンデースみたいな感じだで,で <laughs> こんな感じな <laughs> えそのタイミングでその瞑想とか出たのその前からやってたいや全然その前からやっ,やってるさすがにやってるかいやってたけどうんうんうんそこでこうここかみたいなうんなんかね<え>言葉にすらいと思うんだけどさ どどなんかどういう感じで変わったとかあるそっからの感達とか本当に自分の中の余分な思考とか、うん、そういうのも全部消え,る消えたみたいな感じ無駄がない考え<ー>頭の中もすごい落ち着いて思考もクリアだしみたいなすげ、うん、えなっっやばいなよかった、えー、いいななんか俺もそういう こやってみたいんだよね瞑想とか全然できないから試したことあるよめちゃめちゃいいんだよねだからめちゃめちゃ変わったもんあマジでマジで変わったえどういう感じで瞑想してんのいつもうんとね結構いろいろあるんだけどうん結構いろいろあるんだやっぱいろいろあるおすすめは初心者でもできるおすすめの瞑想とかある俺がよくやるのはなんか片鼻瞑想片鼻鼻瞑想こうなんかやってはいなんか 左から息吸ってでこっちから出す右から出してでまた右からそのまま吸って左から出すっていう瞑想があってでなんかそれ左のうのを整えてくれるんだよあそういうことそうそうそうそれ結構朝やってでそれやった後に普通の多分みんなが知ってる瞑想こういう感じだそうそうそうやるはいはいはい脳が整うからなんか入りやすいんだよね深くおお、なるほどねそう だから俺デザインとかさそういう考えるときも俺瞑想しながら結構考えたりとか、うんはい、あそういうことなんなら瞑想してパッて降ってきたりするからマジそうそうそうでそれを形にするっていう作業なんが俺のライフスタイルなんだけどだライフスタイルなんだけだ,だから今さそっちの山梨の富士山の方にさクリエイティブスタジオを作って、はい、もう瞑想して。 アアイデアを下ろして形にするるっっててていいうう作業をしすげえなもう<れ>もどういうことだろうっていう俺結局ストーリー見るたびにさなんでこんな富士山の近くにこいついんのかなみたいな <laughs> 毎回富士山いんじゃんみたいな <laughs> 富士山やばいんだよなやっぱ富士山やばいんだいや富士山普通にやばい普通にやばい <laughs> 俺マジリアル見たことなくて富士山結構見に行きたい山梨行きたいよめっちゃ見たことないのない見前見たことない<え> <YouTube S 1> <laughs> YouTube とかであるよさすがに YouTube とかテレビであるけどリアル見たことないマジでないない本当にガチでないマジでうんあ見た方がいいわやったよねうん今度連れてってよじゃ連れてエイテステージよ回見たらもう多分家借りてるよもうそのレベルだやばいってなこれ来たみたいなこれ来たみたいな最強だみたいなこれやばいみたいななる すげえだえ瞑想まずじゃ片鼻もし俺がちょっとさ明日からやるってなったらまず片鼻で左かつって右から出すっていうのを何回繰り返すみたいな10分とかやるのうんまあなんかじゃあ5回ぐらいでいいと思う5回ぐらいで5回ぐらいやってその後瞑想何分ぐらいやってるやつもな俺結構何分って決めないのやりづらい逆にあっ俺はそう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 こうそ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 うううそうそうそうう 気分になるまでやってんだけど最初はタイマーつけてやった方がいいんじゃないの方がいい気がするよね。じゃないと1分とかで違うこと考えいや違うことを絶対考えるんよ。そうなんだ。そういうものだから。でもそれをそれに流されないようにするっていうのが瞑想だと俺は結構思っていろんなり方。牧龍のやり方、MK やり方。いろんなやっぱ考え出てくるんよ。るよねでも 俯瞰してみるみたいな第三者目線でそれを見るみたいな全部<ー>でもいいことも悪いこともめっちゃ出てくるんよはいはいはいそうだよねでもそれはまあ自然なことだからやっぱそうだよねそれをなんか判断なんかジャッジしないみたいな判断しないそれをいい悪いとかで<ー>ただ見るただこう,すみたいなそう別に俯瞰してるだけ別に、はい、何でもいいなんか決めつけちゃダメそれに<ー>そああ俺こんなんなんだなとかう,うわーとか あ、そういうことそうっってなちちゃった、ね、おやりがちだ、多分それそう最初やっぱそうや俺もめ結構最初そうだったん、ね、あそうですね別に今でもやっぱあるけど、うん、ああそっかそうそうそうでもなんつうの自分の軸をこう保ちつつ流れてくるのを俯瞰してみてうん,うん、うん、みたいなでそう俯瞰してみてるとなんかどっか行くんよその気持ちがへ<ー>そえはい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 、はい、で、それが まあちょっとと出すと、まあ、多分ゾーンみたいに入るんだよそれが深い瞑想の多分入った時でその状態が一番やっぱビーンとアイデアがさ浮かんできたりするかな俺はなるほどねそうでも別にみんなそうだと思うよ頭で考えた方が答えってマジ出ないなと思って,てそうだよなそうそう,そう確かにな,なんか迷った時とかさそうね 人生でさどうしようかなこれからとかさあるじゃんあるねめちゃくちゃ考えたらマジわかんねえみたいないやほんと今俺その状態マジわかんねえわかんねえいやマジそうだよねそしたらもうそういう時とかマジ瞑想とかもう無になるってのが俺はいいと思ってはい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 そうそうそうへえ しかも意外とどうしたいかって結構奥底ではみんな分かってると思うんだよなるほどねそうそうそうマジで奥底はいはいはいでも奥すぎてそこの上にそういういらない感情とか邪魔な感情がいっぱい邪魔してるからそこにたどり着けないでも無にしてその感情が出てっちゃうとそこがそこにリーチできるから唐突できるから自分の意識がさだからなんつうのななるほどねまあんか 分かりやすく言うと潜在意識っていう潜在意識と潜在意識だっあるねそうそうそうだからサブスコンシャスとってことですそね結局答えって割と自分で分かってたりするから確かにそういや瞑想瞑想かちなみにその瞑想を始めようと思ったきっかけとかある瞑想を始めようとしたきっかけねうんそれこそうん 確か十八ぐらいの時かな。はいはいはい。十八ぐらいの時。結構早い段階から始めてるんで。そうだね。もう五六年前かな。はいはいはい。その時に、ま、あでもすごい悩んでた時期だったんで。うん、なるほどね。でそう、まあ悩みすぎちゃうから俺。はい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 。で、もう。 崩壊しそうになるからそれもうどううどしようみたいなそれをそうちょっと落ち着かせる方法ってないかなと思った時に「うんうん、瞑想か」みたいな「あ<ー>やってみよう」みたいので、はい、やってみたのがきっかけかななるほどねそうそうそうそれでなんかめっちゃまあ気持ちいいから「あいいな」みたいなってでなんか、まあ、その時は結構たまにちょこちょこやってて 2>、うんうん、で2年前ぐらいかな俺あのね 高野山っってていうとこがあって高野高山山山、はい、なんかお寺とか有名な、はい、空海っていう何かまあ日本のレジェンドみたいな人がいるんだけど、うん、<laughs> 歴史上のレジェンドみたいな人がいて <laughs> その人が開いたなんかすごいお寺。

早い、ね、でお経を唱えるんよ一時半半ぐらいおおガチだそう俺結構あの時結構コロナだった時かなはい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 まあ終わる手前ぐらいかううそうだからまあ人全然いないしで冬,の冬だったからもっと人全然いないしな、ね、そうそうそうすみませんほぼ俺一人みたいな宿えで行ってて、えー 朝とかマジお経唱えるんだけどマイナス2度みたいなのを唱えたりしてえね外でやるのそれいやさすがに中かそうそうマイナス23いいよねそうで座禅組みながら1時間半お経唱えるマントラっていうのがあんだけどそれを唱えるみたいなやばでまあその後ご飯で食べてそれも精進料理だから生き物 そうういことか植物とかによく噛んで食べてくださいみたいなめっちゃうめえよよく噛んでるとめっちゃ少ないよ量もよく噛まないとだから腹たまんねえよよく噛んでめっちゃうめえみたいなめっちゃうめえみたいなえええけんなででででご飯の後あの 掃除だ。はいはいはい。掃除。ウェーイ。で、まあ掃除して。で、掃除もなんか楽しいんだよ。なんかね。そこへ行くとそう。なんか掃除しながらなんかいろんなこと考えるんだよ。うんうんうん。そっか。そうそうそう。でなんかすごいクリアだし。はい,はいはいはい。はい。無駄な考えないから。そういうことか。すごいクリアにいろんなことが考えられて。はいはいはい。で、おめっちゃいいなみたいな。はいはいはい。だなんか三時間ぐらい掃除するんだけど。 げそ,でもそれもマジあっという間で, <laughs> で掃除終わったら、うん、まあ午後からはなんかその空海で、うん、空海さんの、うん、なんかお墓があってはい、はい、でそこが世界遺産でもうマジで超きい,なのもういろんな人のお墓いろんな大企業の社長のお墓とかもあったり織、うんはい、田信長のお墓もあったりマ<ジ>そうそうそうマジいろんな人のお墓があって。はい その一本道がん世界遺産って言ったっけ俺。世界遺産ってったそうそう。めっちゃ綺麗なとこで。で、そこを往復マジ40分ぐらいかな。俺、早い方だけど。うん。結構かかんない。40分、50分も。それ、結構遠いね。そうそう。で、そこを毎回参拝しに行く。はい。ほい。があって。でもそれ終わったら、もうあとは自由時間みたいな。へぇ本読んだりとか。はい。ほんと、そんぐらいしかすることない。 そうだね、まあ携帯とか触れないから,もういからそうだよねそうそうそう,そうでまあ1週間行ってあれ結構マジで俺人生変わった、うん、と思うんだよ1週間経って,て、えー、いや週間<や>、ね、マジ変わってんならなんか今やってること俺やってる意味あんのかとかなったりしてああそうなんだそうそうそう何、うん、のためにやってんだみたいな <laughs> <laughs> なったりして俺結1か月ぐらいなんなら <laughs> めっちゃ何なんだ人生ととか言って一とく考えてみたいな <laughs> すげえなー <うん S 2> 何なんだみたいな <laughs> あの生活に戻りたいみたいななんなら俺最後帰りたくないと思ってたもんあ,あそうなんだめっちゃ気持ちよくてへえ <ー S 2> めっちゃすごかったすごいね <うん S 1> そっから結構変わってった感じだ変わってったマジヒッピーになりかけたよね <laughs> マジで危なかったよね <laughs> いやでも別に俺はヒッピーになりたくなりたいわけじゃないみたいな<ー>別に俺がやってることを全部放置してもう自由に行きたいんだっていうわけじゃないなっていうのにも気づいたしああなるほどね本当に自分が欲しいものっていうか。っていうかなんか自分の、まあ、達成したい目標とかだったりまあちょっと使命的なものがあったりとか使命感っていうかなんかうん、うん、使命感。 目標だったりとか目的とか意識とかねそうそうやっぱそういうの大事だなまあそういうのに気づけたよねうんそこに行ってなるほどねそうそうそうえっんか一時期さ肉とかも食べないみたいなあやってたねやってたよねやっさやっさ今はそのため今もまともにやってるでも今食べるけどあんま食べないかもああそうなんだ好んでは食わないみたいなそうだねやっぱ体の調子いいからそっちの方がそうなんだ 野菜めっちゃ食うってこと何食うの魚食うのかいや魚も食べる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 しご飯普通に玄米とか食べるへえ白米じゃなくて玄米だ玄米だねうんうんアーモンドとか食べるしおおまじ修行僧みたいな食事してるから普通にでもフライドポテトめっちゃ大好きやでそこはちょっとジャンキーなんだ フェプツーはいいよね。それは超わかる。え、そのまま食うは塩だけああ、もう塩だけだね。塩だけだ。ケチャップとかじやね。チップはたまにたまに。たまにマスタードは。うまいね。そっか。まだ肉ではないから、芋だしな。そう、芋だから。確かに。健康な方のジャンクフードだと思って。そこはいいなみたいな。ありあり。なるほどね。これは全然許してください。許してくれますよね。 <laughs> えちなみにさやっぱ体作りとかモデルもやってるからさ、うん、体作りとか結構やっぱ意識してるなん,かい<や>なんかムキムキだったよな俺うん気のせいやわかんない <laughs> めっちゃなんかムキムキだったムキムキってかリーンになってめっちゃなんか,なんかリーンになった気がする本当にうん,なんいや別に意識してるわけじゃないけどあもそうなんだでもなんつうのもうジムとか体動かすのはもう日課だからさ、うん、あそうなんだすか結構も毎日別に毎日えー、何してんのマジを体動かさないからよくないなと思ってて えー、自重あでも自重だ <laughs>、うんうん、普通にダンベルでおお<ー>んんもう俺のその富士山の方のクリエイティブスタジオにはもうダンベルが俺の隣の部屋にすごいいてあるのよお<ー>でそのソファーとかあるリビングに仕事するじゃん制作して制作ずっとしたら疲れんじゃんそしたらそのダンベルでもうめっちゃトレーニングするの。<laughs> みたいな鏡見ながらみたいなトレーニングしてもう整えてからはいまた仕事戻るみたいな3日やってるすごくねだからちょっとついたかもしれないやつついてえなんかリフトのサゃんえやってたじゃんやったかもやった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 俺見たらよろしいろいろやりすぎて分かんなくなってきたどの機嫌やったか分かんないみたいな やってるよね。俺見たらすごいリフト、そう、仕事、すごい、お願いしますっていう、依頼してくれるから、めっちゃ嬉しいなみたいな、俺でいいんですかみたいな。リフト、さっき結構さ、なんかボディービルドとかイメージあるよね。ムッキムキの俺、細いっすよみたいな、大丈夫っすかみたいな。いや、でもなんか、俺はなんか、すごいなんか、まあ、こんなこと言ったらあれかもしれないけど、やっぱ、マキングらイの体が一番いいなみたいな。リーンの、そうそうそう、でも、筋肉質でみたいな。やっぱムッキムキすぎると、なんか、ちょっとなんか。 え脱いじゃう <laughs> いやもうだってリフ,えリフトで結構脱いであっじゃタンクトップもらいやそうだねそれまあえそそうれはリフトでじゃ <laughs> 見たかったら是非リフトリフトリフトで脱いじゃうとか言って <laughs> <laughs> まあでもいい体してるっすよ先輩はあ <laughs> り <laughs> まだ修行中っす修行中やでしょやいやだからそれもやっぱしてんだなと思って<行> <laughs> 食生活は気をつけてるのそれは普通にやっぱつけてるかなうんなんつうのやっぱ頭使うからさはい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 だからなんかその思考を邪魔しない生活をしてるって感じやっぱ頭とか脳とか思考をメインで考えてるんだそうそこにアイディア、うん、そのポンっていうアイディアを俺すげえ大事にしてるのははいはい,はい,はい、はい、そのアイディアで、うん、なんつうのそのアイディアがまあ製品になったりとかさまあ コンンテツなっそうだねそうそうだから俺そのアイデアをすごい大事にしててええだから常にだからなるべくストレスないかかんないようにもするしなるべくねだし食事もやっぱ気をつけるし邪魔しないようにね思考運動もするしだし自然にめっちゃいるし俺はそうだよねだからもう自然の方に。 クリエイティブスタジを作って、そこにいるし。なるほどねわ。わそれめっちゃいいな。なんか日本って時になんかやっぱそのまあそこのそこもいいところというかまあ魅力なのかもしれないけどやっぱ東京ってさマジビル多いしさ。<い>でなんかすげえなんかそのネオンとかさ <うん S 1> 人工的なものがマジ多い場所じゃない。いいいやっぱ札幌と比べてもさう <ん S 1> もう本当に俺もう。 最初とかマジきつかったから情報量多すぎていろんなことありすぎて確かに確かにそう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 現代人に忘れがちもうコンテンツ携帯いけばさもう何でも見れるしさ何でも見れるしね、本当にもうそういうのが人工的なものがありすぎるからマジその何か何かを作るとかってめっちゃ重要だと思うんだけどさっきも表現がどの頃って話だと思うんだけど表現する何かんて言うんだろうルーティンがさ現代人あんまないというかさわかるわかる。 なんかそういう環境にいるけどでそれめっちゃわかるよ俺も昔からずっとそうだからなんかまあスポーツとかはなんか遊びとかでやってたけどガチでやってなかったし俺、絵描いたりとかさ物作ったりとかまあ今もこういうのやってるしさずっとこういうのやるの好きなタイプだから結構俺も表現したい人間なんだけどなんかやっぱコンテンツとか見てたりとかさネットフリックス見てただけでさもう時間永遠に過ごせるわけじゃんコンシュームというかさ作るじゃなくてもうただもう受ける受動的受け身みたいな。 なんかそういうのちょっとやっぱもったいないしなーって思っちゃ思うそうん、ねねねうん。やっぱビジネスとかもさある意味想像じゃん。表現じゃない,そうだ、ね、い想像表現だよ。ね、ビジネスもうそうだし、ね、アートもそうだしさほ、うんと、まあ、何でもそうだと思うんだよね。うん、服とかもそうだと思うけどさ、うん、なんかそういうの超重要でなんかすげえなんかイディアス・ワームっていう名前もそれを体現してるというかさ。おー ねね、だからそういう今話聞いてめっちゃわかるというか。思想を泳ぐっていう。思想を泳ぐだからアイディア、スワン。アイディア、スワン。アイディア、スワン。なるほどね。そういうことなんだ。で、アイディアをラテン読みにして、イディアっている。あ、ラテン読みなんだ。なるほどね。イディアってあの、俺あれ哲学の勉強して気がする哲学のプラトっていう哲学者がイディア論っていうの出してたあれもめちゃめちゃ面白い。あれが俺結構。 って思結構ね元かもしんないねなるほどね結構本とか読むんでしたうん意外と読むかも全然読む最初の方とか哲学やっぱ好きだったからそうで「プラトのイデア論」って読んで「おやば」みたいなそれはどういう話なの話っていうかどういうあれなのちょっと難しくてさ説明むずいあ説明する 全別にそうだよね。むずい。しかも別にあの人が言ってんのも普通にむずい。まあそうだよな。うーん。そうそう。それを簡単に説明するのが結構むずい。ああ、なるほどね。むずいよ。なんか、イディアとなんかギリアとなんか、イディア界ってのがあるみたいな。あ、そうだ。そうそうそう。なんか、イディア界はパーフェクションみたいな感じでね。確か、完璧の形があってみたいな。そう、形がってみたいな。なんつうの まあ目に見えてる世界とその、うん、イデアっていう世界は別にあるっていう話そうだよねなんかそうだそう,そう,うわー思い出したそうだわで俺、うん、ねそのいつも絵描いてる時も昔からそうなんだけどうん、うん、なんか俺なんかいつも頭の中で過ごしてんのよおお、うん、すごいマジ結構ボッとしてることが起きて昔とかもで頭の中の世界ですごいいろんな世界で、うん なんつうの、まあ、てか自由なんだよその世界って、うもう自分の好きなものが生み出せるし、楽、ね、しめますし、そこの世界によく頭の中にいて、うんうん、でその絵描いてる時とかもその頭の中を泳いでる感覚だったの、ほ<ー>泳いでて、なるほどね、でなんかそこで見えたものを描くとかうん、うん、形にするっていう感覚、はい、だから、はい、アイデア

いやなんかそうだなと思ったマジでだからあれでしょ、パイセースでしょ。そうそうそう、だよね。俺の彼女もそうなんよ。あそうなんだ。そう。そうだよね。わざってもうそんな感じそういう感じ。俺の彼女もそんな感じりこう、ぼーっとしてて。 お前ここにいるんだよって言ってそうなんですおもろいななんか俺結構ねおもろくてなんかわかんない俺が俺いい手座なんだよああいい手座なんだそうはい俺星座とかよくわかんなくて彼女にめっちゃ教えてもらって今結構信じてるんだけど俺の周りっていうか仲いい人結構みんな魚座っていうあそうなの彼女もそうだしマキもそうだしアーティストの人もそうだしだかみんな結構魚座 炎と水のサインがあれなのかワンチャンそうかなってちょっと思ったかもしれないなるほどねバランス取れてるバランス取れてるこれめっちゃ気になったから当てたらすごくな、ね、い<あ>でもそうすごい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 そっか、うん、なるほどねえちなみにさじゃあまああのーまあ、結構めっちゃ戻っちゃうけどさうん、うん、子供の頃とか、まあ、スポーツとか、まあ、いろんな芸術界やってたと思うけどあれミックスだよねうんミックススーダンだっけスーダンスーダンスーダンだ どうどうえっと、お父さんがスーダン。お父さんスーダンだ。でお父さん、両親さんが日本,、うん、日本だ。であ、なるほどね、うんえ。じゃあもう日本でもまれ日本育ちずっとそうだね。日本生まれ日本育ち。東京。東京な東京シティーボーやな。めちゃめちゃシティシティだよね、うん。スーダンの人結構多くねでもなんか俺わかんないけど。 意外といるかもね。周りはね。そうだよね。みんなつながってるから。はい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 。あそういうことか。やっぱコミュニティあるんだ。日本って。ある一部で。一部である。あ一部であるんだ。一部だけね。ああ、なるほどね。ほんとそこら辺だと。思うああ、そういうことか。CP とかそうだよね。そそそうううあっちの方。あってるところちの方。あっちの方。もっといるよ。大幼なじみだ。あっ、そういうことだろう。そうそうそう。みんな大なじみだ。そこら辺は。ああ、なるほどね。 そういうことかそういうこと幼馴染みでみんなでなんかその CP やったりとかイベントやったりとかしてるのかそうそうそうなるほどねでも結構 MK はさ一人でやってるかあるよねああまあそうだね自分のことやってる結構あの辺は結構いつもなんか一緒になんかやってるじゃんそうだね CP とかさあでも幼馴染みなるほどねそっかそっかめっちゃパーティーとかするタイプじゃないもんねまあそうだね全然まあ昔は言ってたけどああ昔は言ってた昔は言ってた別に今も行く年だからさまあそうだね クセヒップホップのイベントとかだったのんなんかクラブとか行ってたよただまあ今はねもうやりたいことあるからさまあそうだよねそうそうそう,そうめちゃめちゃそっちに集中するしでも全然友達のイベントとかあってさうん、うん、全然呼ばれたら顔出す時もあるしうん,うん、うん そのぐらいいいが確かに疲疲れれちちゃゃうううししね。ね。すげえわかる。ん。俺も結構いろんなイベントのお裾分け来るんだけどさやっぱどうしてもさまあもちろんその何にも次の日何もないとかさ本当とに何もなかったら全然行くんだけどやっぱもうイベント多すぎんだよね東京がマジで毎日あるみたいなさ毎日イベントや毎日イベント言ってるからいや全部はいけねえわみたいな俺毎日なんならもうハードだからさマジでいろいろパーティー毎日パーーティみたいなそうなんだよね結構パーティー行かないでもパーティーしてるみたいな感じもんだ パーティー行かなくてもパーティーしてるからさもう疲れるわみたいな <laughs> 寝かせろわみたいなマジそれだねえ <laughs> 結構わかるそう,そういうのも結構あるかもな俺も結構あんまりなんかけ、まあ、俺も昔でしたよさすがにもう毎週とか言ってたしもう本当にずっと言ってた時期もあるけど今はもうなんかもういや大丈夫っすみたいな <laughs> 結構ことが多くてなん <laughs> ならやっぱ規則正しく生活したいみたいな <laughs> <も>う <laughs> そういう感じあれやったら絶対おかしくなっちゃうからさそ <laughs> そうそうちょっとねちょっとね 崩れちゃうよね自分のルーティンがそう自分のルーティンが崩れちゃうからそっちよりは自分のルーティンを守りたいタイプ守りたいね守りたいね守りたいそっちのタイプだなるほどねえスーダンのルーツとかは結構調べたかするあっ結構最近だねお最近だ最近なんかねすごい興味湧くし別に昔からあったけどうん でもなんつーのもっと知りたいなみたいななんか作品にもさやっぱそういうのって使え,るえそう、ね、使えるっていうかまあ表現になるじゃん作品の役にも立つし知りたいってめっちゃ思ってるよなかなかさむずいよねやっぱさなんかさ俺とかもそうなんだけどなんかやっぱさ俺たち見た目はこれだけどさやっぱ日本でずっと育ってるからさなかなかあんまさアフリカのルーツのことあんま知らなかったりとかさそ,うだよ、ね、そっちのルーツあんまなんか 考えようと思ったこともあんまなかったというかなんなら俺のこれは俺のタイプね俺は結構日本にこうフィットインしようとずっとしてるから割とそっちをあんま考えてなかったなっていうそ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 うでもこ,なんかこういうコンテンツに始めたりとか、うん、みんなの前に立つようになってから、うん、やっぱ見られるからさうん、うん、もっといろいろ考えるじゃん自分のこととかさ、うん、っきなんかもうちょっとなんか自分のいるそのこと知りたいなみたいなやっぱさブラックの カルチャーとさアフリカンカルチャーと言えばちょっと違うじゃんだからアーバンブラックとさアフリカとかさじゃアメリカとかさ UK の方がちょっとアフリカに近いかもしれないけどさアフリカンカルチャーって結構違うというかさなんかめっちゃ思うなと思っててなんか結構そういうの知らない人が多いのかなみたいなお父さんいない人も多いしね確かに確かにミックスでミックスはそうだよねだけどお父さんもねいるもんねそうだねいる。いるそうだよねお父さんいるねお父さんいるねお父さんいるねっておかしいけどなんかいい 仲全然ほんと遊んだりするの遊ぶってやるたくないけど遊んなにはしないけどうんもう全然話したりするしうんうんあそうなんだいつお父さんにさ自分のクイズのスーザのこととか聞いたりするあ全然するあそうなんだする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 。どういうこと聞くのえっ普通に家でああそういうこと家とか何聞くのまあお父さんも忙しいからまあそうだよそう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 なんかね。うん。なんなら忙しいしうん 俺もバタバタしてるからそうだねそうそう会うタイミング結構一緒に住んでても会わないとか結構多いあマジでそうそうそう久しぶりみたいなうわ久しぶりじゃんみたいなそんな感じだったそうそうそうあるんだけどまあ朝ねうん朝帰ってくるから俺のお父さんあそこそうそうそうそこで会う時があるんでまあ大体めっちゃ酔ってるんだけどうん その時になんかねその酔っててめっちゃ話してきたりしてて俺は,まあ俺はめっちゃ寝起きだから「たい,なおいへえみたいな「へー」ってなってめっちゃ目開いてない状態で向こうめっちゃベロベロでめっちゃ話してるから「みたいなえお父さんと何の言語に会話するのえー、なんか日本語か英語お父さんそう,そう,そうん日本語 ちょっと喋ゃるけど基本英語ダなんて英語なの日本語も喋る。あそう。アラビア語。あそうだね。アラビア語は喋んなるのいや、アラビア語はわかんないんだよ。ねわかんないんだ。英語の方が。わかるか。マイリントかにいたもんね。なるほどね。俺も全然ね、フランス語とか喋れないんでね。お父さん、フランス語圏なんだけど、昔はカツラしいんだけど、今全くわかんないから。本当に フランス圏そうやばいね。やばいよねアラビア語もむずそうだよねアラビア語こそマジックストムズイだろうなマジでどういうもう言語なのか全くわかんねえしな俺もねでもそっかお父さんでも結構そ学びたいなと思って。絶対学んだ方がいいよね俺もフランス語学びたいなって思うけどね日本語と英語でやっぱある程度いけるからさ確かに大体いけるやもん大体ねね。えかハーフで日本語喋ゃべる人も多いしね確かにあ日本語じゃん英語かごめん喋ゃらない人も多いけど 確かにね、もう日本語とかにこと断たれるから、ね、英語喋れるのいいよな。海外の情報とか結構手に入れるやっぱ、しゃべるものとかするときとか。ああ、まあ、やっぱそっちの方が情報多いしね。いや、多いよね。いや、そうなんだよね。<laughs> そっちの方が多いからなん、ね。うん,う,んうん。うん、うん。役立つよな、そういうととかも。うん,うん、うんど。どういう勉強してんのいつも。どういう勉強したうう勉強英語とかで。まず、英語どうやって勉強したまず。英語どうやって勉強したうん。なんか、英語喋るやつと、 話あまそっか。それが一番覚えるかもしれない。おお。で、習ったって覚えた言葉さ。もう使えばいいじゃん。その人たち。まあ、確かに確かに。とか、なんか、言ってて分かんなかったこととかさ。それどういう意味みたいな。聞いたりしたらさ。てくれるじゃん確かに確かに。そんな感じか。そんな感じ全然今もネイティブみたいじゃないけど。いや、会話ぐらいなら全然できるし。みたいや、それは強いよな。やっぱ、なんか。 え周りとかどういう感じなの例えばさあんま俺 MK のこういう関係そんな知らないんだけどさ、うん、どういう人がいるのやっぱファッション関係の人が多い海外の人とか日本人の人結構ミックス今うんまあミックスな人も多いしうん、うん、結構幅広いかも幅広いんだ幅は広い,いおーおーどう,いうどういう人とこういうやるあったりとかするの、えー、えバリバリビジネスやってる人とかも全然いるし結構大人な人とかで,うん、うん、で別に俺ぐらいの年のミックスのやつだ、うん いるしはいはははいいいいろ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 いるんだバスケの方の友達と遊ぶしそう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 えバスケメンやるのちょこちょこやるあやるんだうん代々木公園で代々木公園だそうまあ大体代々木公園よな東京でいやよく最高あそういうことそうそう俺が中学の時とかにしたからさ結構海外の人とかめっちゃ多かったから そうなんだなんならもう海外じゃん高校みたいなそのレベルそうそうそういやマジ日本人の方がいないよみたいな感じだったよマジでそういうことかそういうことそういうことあっじゃああれかもねもし日本で英語を喋る人を見つけたかったらようよく行ったら早いかもねリアルマジ乱闘ばっかりだけどなあそこのこと乱闘乱闘やってんの全然乱闘こるバスケでマジでスポーツマンシップかけられいスポーツマンシップかけらよどうしたマジで <laughs> そうなんだ <laughs> 暑いからね。暑いからね。<laughs> バリバリだから。<laughs> <laughs> なるほどね。そっかそっかえ。ちなみにさ、ちょっとあのまあこれ結構さ、今も俺コンテンツ見てくれる人、結構海外の人とかも多いから、<うん S 1> ヨーヨーコとかもそうと思うんだけど、なんか、1DM とか結構よく来るのが、なんかブラックアメリカなんだけど、みたいな、どこ行ったらいいかなみたいな DM めっちゃ来て、<うん S 1> 俺に聞かれたよなみたいな、東京わかんねえしみたいな、<うん S 1> 編集できないんだけど、<うん S 1> どういうところとかおすすめとかある <うん S 1> 東京で東京で ね、そう日本に来る東京に来るんだけどどこ行ったらいいかなみたいな東京だったら、うん、めっちゃマイナマイナじゃねえめちゃめちゃメジャーだけど、うん、いやもう渋谷とか渋谷新宿とかさまあそうだよねいやまあ浅草とか浅草ね、うん、はいはいはい、はい、やっぱそういうところ行ったらまああるんじゃない、うん、東京なん。ね 東京だね。出るなら普通にいや富士山でしょみたいな。いや余裕で富士山だよ。余裕で富士山だ。余裕で富士山でしょ。え、なんか俺さ、YouTuber の人がいて、なんか言ってたのが、山梨、今めっちゃ人気あるみたいな。いや、やばいよ。てか、あそこ海外だよ。あ、そうなんだ。日本の人の方が少ないからね、今。あそのレベルなんだ。だから俺いるじゃん、富士山の方に借りてんじゃん。全然馴染んでるから。あ、そうなんだ。やば。そういう感じだ。ええなるほどね。 いやもう富士山だって日本の世界,世界一じゃない日本一高い山だああそっかマジそうか <laughs> 綺麗俺めちゃくちゃ綺麗みたいなそういうイメージしかないというか山き綺麗だしうんうんうん,なんていうのまあ行けばわかるすっごい行ったら富士山のパワーがやばいああなるほどねすっごい気がいいよ気がいいよへえ 人かも結構や、やっぱ。調べれたりかする、結構。調べるれ、かもしないけど。なんかあるじゃん、そういうの。てか感じるよね。あ、まあ、普通に感じるよね。感じるよ。はいはいはい。東京で全然ジムやばみたいな。ああ。気持ちいい。あ、やばいみたいな。なるからさ。そっか。富士山ね。富士山のがね。うんうん。クリエイティブしてるからね。そうだよね。やっぱ富士山、みんな行ってくださいって話だよね、でもね、普通に。 いやあそこ行った方がいいと思う、ね、行った方がいいねいや俺もちょっと富士山も今度ちょっと MK のクリエイティブスタジオにあの泊まり込みに行こうかな <laughs> なるほどねえそっかえちなみになんだけど、まあ、ちょっと変わっちゃうかもしれないんだけどなんかアーティストとかさなんかクリエイティブな感じでインスピレーションを受ける人がいいの、うん、日本でも海外でもいいようんあ俺結構うんなんつうんだろうサルバドールダリとかわかるの あ,あ、わかるフランスのかフランスのスペインか。優 <laughs> しい。<laughs> 多分スペインだわ。多分スペインだわ。あの人の作品とかすごい好きで。え、このヒゲのこういうやつよねあ。そうそうそう。そうわかります。あれだ。あれとか。はいはいはい。あれ結構、あの人の世界観はすごいインスピレーションもらったかな。えー。なるほどね。うん、あっもう結構画家とかそういう人かな。あ結構画家とか多いかもね。へぇへ もちろんいろんなところでもあるよ。まあもちろんね。うん、ファッションとかあんまりなのファッションのデザイナーとか。ファッションのデザイナーももちろんあるし。うんうん、なんかそこら辺のヴィンテージストア行ってこれかわいいとかそういうのもイン,スインスピレーションもあるし。でも画家かなやっぱ画家なんだ。画家が一番なんか来るかもな。えどなるほどね。うん、え、結構も、ま、モダンまでいかないけどあれか。 あれだよねモダンアートともうんかさ伝統的なアートの中間みたいな感じじゃない人何年代の人かがちょっと分からないんだけどちょっと俺もそれは忘れちゃってそうだよねでもんかちょっとさんか俺結構さ美術館とか行くとさんかあの結構昔のやつとか好きなんでねんかちょっと宗教画みたいに近いやつあれとか俺結構好きなんだけどああいうんかこうワイドって何て言うんだろうんかちょっと言い方めずいけどめちゃくちゃ綺麗な感じじゃんああいうの俺結構好きなんだけど やっっぱさなんか、あのー、なんだっけ、あのー、モネとかさそっち系のさちょっと何て言うんだろうなキャラクターがちょっとあるというかさ、うん、なんかそういうの美術館とか回ったりする<く>あんまり結構くどこの美術館おすすめとかってあるえ上野とかあ<ー>、まあ、なんつーのやっ,やってるものによるからさ何展示してるかるかによるから。うんうんうん どことかあれだけどでも別に上野とかめっちゃあるしはい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 行ったら何かしらをやってるし回れるからいいと思う上野ね行ったことねえんだよな俺東京来たから美術館行きてえなと思ってたんだけどまだ行けてないてうん六本木もあるし六本木美術館あったっけあそうなのなんてやつ国立新美術館へえそうあそんなのあるんだ六本木美術館あるイメージなかったわ普通にあるんだよめっちゃでかいのあそうなんだへそこでリ見たんだよ俺 あ、そういうこといつ頃それは高校の頃かな高校の頃か、うん、めっちゃ衝撃的だったねお何に衝撃的だたとかあるいやあの人の描いてる絵ってさ、うん、マジだって非現実なんだよあなるほどねだからなんつーのうのうん俺のイディアのルックも見てもらうと多分わかるんだけどさなんつうの ちょっと現実的じゃなないいみた日常の中の非現実っていう俺の中のテーマがあってさそういうのをなんつのルックにしてんだけどんかね、まあ、あの人はめちゃめちゃ全然も,うもっと離れた非現実の世界なんだけどそれを絵にしててうんでそれがすげえおめっちゃやばいなみたいな。 なんかあの人もなんか夢の中で見たものを全部形にしてるみたいなえー、なんなら逆立ちずっとして血めっちゃ昇らしてみたいな、うん、<laughs> その状態で絵描くとかなんかそんな感じだった気がするけど <laughs> 頭いっちゃってる人はそういいねなるほどねああへえみたいな面白いみたいな <laughs> そういうこともそうだから頭の中でさ、うん、そのよく ーしているじゃんだからその時に見えてるものをルックにしたりするからんか人が浮いてたりとかさそうだよねそうそう物浮いてたりとかさそういう感じのルックにしてるんだよだからかすごい面白いなみたいなすげえインスピレーションもらえるかもは。もらえたっていうか誰から誰からねなるほどねまあいいよねまあクリエイティブやるんだったらそういうのも必要よねんかインスピレーションというかさまあ 体整えて食生活ちゃんとやってそういうところからインスペーション受けてみたいな自分で絵とかも一応書いてるもんね書いてるうんそういうの出したりとかしてんのんかインスタとか見ようとあるんだけどさんか実際に展示とか今いや展示とかしてないなしたいでも後々したいんだよねあそうなんだやっぱしたいそういう感じな気がするよねうんうんうん全然古典やりたいあ古典やりたいやりたいだから今ちょこちょこ書いてるまジちょっと時間あったら そうなんだ。えー。危とかどいう感じ水彩画今は普通クレヨンで描いてるんだよな、最近は。クレヨン。クレヨン。えー。あ、そうなんだ。クレヨンとかも何年触ってねんだろうか。外と楽しい。あ、そうなんだ。えー。俺も久しぶりにやってみた。めっちゃいいじゃん、みたいな。クレヨン。やばみたいな。で、 まあ、ただ、後々アクリルとかさ、水性画とか、そっちもやりたいけど、油絵か。油絵油絵やりたいけど、後々ね。後々ね。それまた将来的なプロジェクトでいいかなるほど。もう、やりたいこと多すぎて。多すぎて。あの、なんつうの。一つに集中できなかっちゃうからね。そうだよね。五個やったら、もうどれもわかんながやっちゃうもんね。よくない。よくない。 確かに一つつ一一日のルーティンとかことあるんじゃろ俺の一日のルーティン朝起きてランニングして瞑想して体を浴びてで制作したりしない日もあったりかな割とじゃあ結構。 <laughs> あったりなかったり <laughs>、あったりなかったり <laughs> え、制作とかしないときは何してんの何最近は、<あ>なんつうんだろう、いや前はなんかさ、前ってか、ちょっと前までは、すごい、うん、やんないと、やんないとみたいな、<ー>作らないとっていう感じなんだけど。うんうん でも、そうして作ったものって、別に、なんか、そう、あんまいいものじゃないんだよね。おお、なるほどね。無理やり生み出したものって。そうか、そうか。そう、そう、なんか、すごい。超リラックスして。うん、あ、なんか。なんつうの、パッみたいな。うん、あ、なんか、これやりたいな。みたいな時に、やった、やって作ったものって、すごい、うん。いいんだよね。なんかうん。なるほどね。そう,そ,うそう、そう,んう,んうん、うん、そう、そう。だから。なんつうの。 まあめっちゃ細かく言うとまあ会社のこととかもあるからまあそうかまあまあまあそういうのもやる,ことあるし <laughs> <laughs> まあまあいっぱいあるんだけど <laughs> うんうん最近はなんつうの逆に何もしない時間を作るっていうのが俺やつていおいおいおいなるほどねそうマジ何もしないでただただマジ太陽浴びてるみたいな気持ちいいや,やべえこれみたいになるんだよマジ そ太陽太を浴びてるだけでね太陽をそれわかるかもなうん。その向こうの富士山の周り、うん、めっちゃ自然の芝生の公園とかめっちゃあってそこにねうわこれやばみたいなやっべえって決まって一人ででなんかめっちゃ作りたいモードになる <laughs> おーそ,うそ,うそ,うそれで作るとかなるほどね、うん でもちょっと分かるかな、俺、結構太陽浴びるの結構好きだから、寒い時期やっぱちょっと嫌なんだけど、太陽あったかい時期とか、結構俺もなんか芝生とかで寝転がったりするのめっちゃ好きだわ。いや、めっちゃいい。健康に優しいよね、普通に。いいてか、東京とかにさ、うん、いるとさ、なんかしないとっていう気になっちゃうんだよ、ね。分かるなー <laughs> いや、超分かるな,なんかしないと、みたいな。プレッシャー感じるよね、なんかね。なんかねうんなるんだよ、ね、だかみんな。そそそそそういうううううういなるんだろう多分ね だしま、全然俺はいいと思うしさ、うん、別にハードワークでもなんつうんだろう俺のスタイルはそっちじゃないなみたいなうん,うんうん、うん、てかそっちの方が俺はうまくいくっていうそういうことか、うん、どっちにしよう、ね、だし別にそういう人はいると思うしうん、うん、やっぱなんつうのそういうクリエイティブ関係の人はてかそういうスタイルの方がめちゃめちゃいいんじゃないかなって俺は思うしう、うんうんうん、なるほどね、うん、最近やってみて思ったははそう 何もしない時間そうそうだから無だよね無だねそうそういうこと瞑想と結構似てる状態その時瞑想もさ瞑想するって瞑想しちゃってるじゃん瞑想するっつった時にそうだねまま言ってことはそうかも瞑想も何もマジでしないみたいそういうことかマジ太陽にもう全裸でもんでもマジ気持ちいいバグってんないいね <laughs> やっべえってなるからマジで <laughs> 東京行ったらそんなんできないでできないできないできないじゃん,ん確かに <laughs> <laughs> やろうとも思わないよね <laughs> 確かに <laughs> <laughs> できないじゃんできないわいや俺はでも昔の人は絶対これやってたと思うよ <laughs> <laughs> 現代人だけっすよやってなないいのみたいな昔でしょ絶対もううう全裸の対話を見て,てやべみみたいなうわたいなっいななわっ作ろ思うよ <laughs> 絶対そうだからねマジでみんな iPhone とかも <laughs> すげえもうできてるよ <laughs> 絶対そうだよマジで辞書 いやでも、分かってるけど、分かってる、本質的なのよ。だから、俺、一回さ、誰かが言ってたのが、もう、多分偉大な、なんかいろんなことを投げしとけた偉人みたいな人たちっていうのは、昔はもう、多分何もせずに、なんかもう、空ずっと見上げて、ぼーっとした時に、おこれやろうと思ってやって、ここまで来てみたいな。で、もあ、確かにそうかもな。そうだよね、だってさ、さっきの話戻るけどさ、海外とかもさ、何この絵みたいな、やばくねみたいな、どういう世界みたいな。 どうやって描いてたんですかみたいな感じじゃんかだからあの人たちもボーってやって絶対で火浴びてああやべえってなってはっみたいな天使じゃんみたいな天使もいるみたいな天使描いたみたいな感じだと思うよ俺は <laughs> 聞けないけどさ <laughs> だし今ももうそういう時代だと思うよあ今はね水の時代あの風の時代なんだっけ風の,風の時代だそう,時代そうだよね もう風の時代も結局は水の時代に向かってるから、うん、そういうことだ水の時代ってどういう時代なのっていうのを考えたら今やるべきことが分かるんですよ<笑><笑>どういう時代なんだっけ,風の,のだっけ風の時代は水の時代はんつうのまあ今までの常識がもう崩れてなんて言うんだろう,もうカオスみたいなごちゃごちゃなん、うんまあ、そういうことだね、まあまあ、新しくなるから,だから新しく、うん なろうとする<ー>今までの常識がはい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 だからなんつうんだろう今まであったものがどんどん崩れてって<ー>まあ2曲化もすごい進むまあそうだよね確かに確かに確かに <laughs> ちょっと言葉にしづらいのうんそうだねどういう人どういう時代だなって言われると<ー>でもマジ風だよね、うん、もうす多分いろいろ 変わっていくからめっちゃ変わっていくスピードも速いしすはいはいはい。まあ変化のスピード速いね。そう変化のスピード速いし。うん。まじそれはそうめっちゃ。私多分なんか貧困の差とかもすごいし広がっていくと思うし二極化とかね。うなるほどね。確かに確かに。え水の時代はもうあれか。水はもうすべて一つになって。あそっちなんだ逆に。あそういうことか。そうそうそう。ああ。もうおそらくまあ愛だよねみたいな結局みんな愛だよね。 多分もう、働くとかなくなるんじゃない <laughs> もうなんか、なるほどね。うん、もうなんかそのレベルじゃないってことだ。じゃない <laughs> <laughs> まだ。 さすでも結構そうなってくんじゃん。ままそうね。今ってそうだよね。わとそうじゃん。わかるわかる。もうみんなも多分気づいてきてると思うけどさ。ちょっと今の世の中違うんじゃねえかとこの生き方も違うんじゃねえかってなってるじゃん。なってなってだからさ、今こうやってその瞑想とかさ、スピリチュアルとかさ。めちゃ入ってるもんね。りだして。はりし別に流行りとか本質的なこと。本質的だこと。やっとなんか戻ってきてるみたいな感じが。逆にみたいな。お石しまったらうから。しまってますみたいな感じが。 でもまあ今までやっぱ積み重ねてきたものもあるからやっぱそれはまだ残ってるからそれが一気に消えるわけないからまあ,、ね、<laughs> まあ無理だね、うん、そうやねだからカオスなんだよね多分それが消えつつ新しいまあだからなんつうんだろうなまあ自分がどう生きたいかがすごい重要な時代でもあるしあそう、ね、自分がもう生きたいように生きた方がいい

<laughs> こちらこそありがとう。みたいな。それの家の人。<laughs> みんな幸せみたいな感じじゃねえ <laughs> <laughs> しいよね。適当しんねえけど。俺はでも、<laughs> うん、じゃあ今の社会とかなくなって、なんつう資本主義っていうの、そういうお金とかさ。うん お金が権力だみたいな時代、うん、そういう時そういうのが多分なくなるわけじゃん多分水の時代には絶対ないと思うようなるほどね働くでそういう時に何が残るのっつったら俺アートだと思ってんだようんもう表現しかないからさそ,それってその人しかできない表現じゃんまあそうだね、うん、とかも思うし、うん、ただどうなんだろうなっていう思うのもあるしあそれ時代が、うん、っていうのはな なんかさ表現ってさ、うん、やっぱさ、いろんな感情を感じてさ、うん、生み出すものあもまあ確かに、確かに、まあそうかもね。じゃなんかただ幸せな<ー>国になったとしよう、世界になったとしよう。そ、はい、したら、うん、何が生まれるんだろうみたいな。幸せしか感じてないから。ね、確かに確かに。そうそうそう なんか辛いとかさ悲しいとかさ、うん、やっぱそういう感情ってさすげえ辛いけどさめっちゃ力になると思うんだよまあ確かに確かにでそういう力が俺はクリエイティブにすごい繋がるなって自分で結構思うのはい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 もう分かるかもしれないそういう経験があるからやっぱ生み出すもの、うん、やっぱ絵画を見ててもさ悲しい絵とめっちゃいっぱいあるじゃんまあいっぱいあるねだからどういう世界線なんのかなって思ってにただみんな 幸せで愛なんだみたいになった時に、にどういう後になるのかみたいな生み出せんのかみたいなそっかなるほどね俺は分かんないけどただまあ今よりん。ちょっと難しいけど俺も言葉で説明すんのがでもなんか分かるいや分かるよ確かにだってあれだよね悲しさとか を表現するとか怒りを表現するとか、ペインを表現するとか、なんかそういうのが先にあったりするもんね、それなくなって、ただ幸せだったら、確かにどうなのって話ゃないよなって。か、なんかやろうって気きなゃね。でも確かにそうかもしれない。今のこの資本主義ってさ、競争があるからうみたいとって、感じじゃんだからすごいなんかやろうっていうさ、生み出す力が生まれると思うんだよね。 じゃそれがなくなったらなんどうなんだろうな,な確かにね分かんないけどねそ、うん、の時代が別に俺はどうなるか俺の考えが合ってるかどうかもしんないけどでもまあ今よりは良くなる人が生きやすい時代まあ AI が出てきたりする、はい、そういうもう何もしなくていい時代ってなる確かってくるわけじゃんそうだねそうした時にじゃあ何なんだっていう確かにね気になるなるほどね気になるなん なんかそれについてちょっとみ見てみたいな。ね、なんかありそうだけどね、そういう人は、そういうことは、ね、確,確かに、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 でも iPhone とかさ、なんか,か、まあ、分かんないけど、そういうのとかも別に多分、普通に俺もこうしたら楽しそうだなっていう多分、多分それだけでできてるから、うん、そういうのだけになったけどかな、ワンなるほどね 分かんないけどね。うん、分かんないけどね。適当だわ、結構。分かんないけどね。わ<結構> <laughs> かんないけどね。でも分かるよ。なんかその、こう、なんか、まあ確かにな頑張れないよな。でも確かに、なんか幸せ。だ、うん、ったら、どこもか,か,かっちゃうね。どうやってまとめるか分かんないからね。でもね。OK、OK。じゃあ。<laughs> 考えすぎてどこ行くまかわかっちゃう <laughs> やべえで深快感になっちゃう深いなっちゃしな <laughs> みたいなえじゃあ MK まあさっきそのアートみたいな話したた思うけど <laughs> これからのそういう時代の生き方自分のこういう生き方をしていきたいみたいな自分の生き方というか自分はこうしていきたいみたいな目標なのか目的なのかあいやめちゃめちゃねうん本当に最近思ったのが<う>んなんつうんだ ちょっとままたとまだなくなっちゃうかもしれないけど。んつうのさ、やっぱ最近さスピリチュアルとかさ結構あるじゃん。は行ってるっていうかさ、俺あまスピリチュアルってことは好きじゃないんだけど、あ、あそうなんだ。ま本質的なことだから。あまあ、そうだね。確確かかにに普通じゃんみたいな感じで。俺はね、まあまあまあ、あってさ、引き寄せとかはいはいはい、あるね。そうそうそう。なんつう 自分の波動がこういうものを引き寄せるんだとかさいろいろさあったりとかさまあいろんな情報が、うん、まあ今もあ,あるじゃん,うん、うん、まあすげえいろんな情報本当にうん、うん、iPhone インターネットでうん、うん、でなんつうんだろう自分がまとめない <laughs> まとめる難しくなっちゃった <laughs> 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 まあまあとりあえず 俺がいた <laughs> こんからがっちゃったよ本当に <laughs> なんて言うんだろうな, <laughs> なんかまあ確かに今後もどうなっていくかさう <ん S 1> もう予想つかねえじゃんまあ正直い早いし早いしねだしさなんつまあそんなのみんなまあわかんないと思うけど <laughs> うん、うん でもなんつうんつだろう、まあ、結局自分のなんつうんつだろう人生ってさ、まあ、多分な,なるようになると思うんだよ最終的にはどんなことが起こってもねなるようになると思うし、うん、だからさなんつーの結構俺は先のこと考えちゃったりとか、うん、考えちゃったりなんつーの、まあ、たまにあるじゃん先のこと、うん、どうなんだろうなとか不安とか、ね、そうそうそう別に不安もそう,そうだし、うん そのまあこううん <laughs> <laughs> そう何が起こるかなとかまあ本当に情報多いからさ勝手に考えちゃうじゃん,んまあそうだねそうね考えさせざるを得ない状況にいるってことねそうそのインスタグラム見ててもそうだしさはいはいはい、あ 情報が多いからだからなんつうんだろうなまあでもとりあえずなるようにはなると思うしうん、うん、思うっていうかなるようになるような作りになってると思うよ世の中確かに,、ね、確かにだからそう俺はなんかもうとりあえず毎日自分の目の前に起きてることに感謝していけようみたいな。 はははははいいいいいそれが一番いい生き方だと思ったんや俺。最近ね。はいはいはい。もう常に、なんつうの。うん。いろんな情報に触れるとさ、なんか目の前のことじゃないことに集中しちゃうんだよな。うんうん。ああ、そういうことね。そう。うんうんうん。なんか目の前のことを忘れがちになっちゃうから。うん。確かに確かに。やっぱいろんな情報、忙しくなっちゃうから、そうだ頭とかさ。うん。確かに。やっぱさ、多分 仕事しててもそうだと思うけどさ、うん、なんかあーマーケティングだとかさ、はい、結構さあるじゃんあれでこうしないとこうしてこういうことがやりたいんだけどでもこうしないといけないなやっぱマーケティングしないととか、ねうん、あるけどさ、うん、ってなんかいろんなこと考えちゃうじゃん、うん、いろんえゃう, <laughs> そう,そうだけどマジで俺は目の前で起こってることに感謝してまず生きようはい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 、はい なるだから目の前に起きてることがまあいいことでも悪いことでも起きてることがまず自分がやるべきことだうんその考え方いいななるほどねそう確かにだからマジで今こうやってまあ撮影してんのマジありがとうって思ういやいやこっちのこそよこうやって生きてこうみたいななるほどねそうそうそうそいそうそそ なるほどね<う>何よりもなんか10年後20年後っていうかは今は目の前に起きていることを今の目の前に起きていることが一番肝心だろうみたいな思ってやっぱそれもなんつーの無になった時に思ったよねうんなるほどねそそうそう東京とかはい、はい、そっちにいてすげえいろんな情報とか人にさらされて生活ずっとしてたからさはいはいはいそうだよねそうそうそう一回何もない、うん マジなんもないから山もないからすることないからそこでマジで何も携帯もいじんないでボーとしてたらマジでなんかそう思ったんですよね思ってなるほどねだからまあとりあえず起きてることに集中してありがとう感謝していけるもう出会う人もそうだしさ そうやっててかなんかその出会いとかでもいろいろ進んでいくじゃん。うん、そうだね。そうそう。別にいい出会いでも悪い出会いでも。うん、別に悪かったら悪かったで経験にもなるしさ。うん、そうそう。もうそうやって生きていけばいいよみたいな。なるほどそれが一番早い。<laughs> 変に考えたりする。確か,確かに確かに確かに。確かに確かに めちゃくちゃ重要なッセージだと思う。なんかやっぱ考えすぎちゃうから、考えすぎちゃって考えさせられちゃうから、そう、マジいろんな情報あるからね。そうだね、確かに。でも本当に目の前のことに関して一個個一一やっていくの番重要よな、最終的には。インスタってさ、もうさ、なんかもう SNS はもう作られた世界じゃん。そうだね、確かに。それを現実だと思っちゃうね。ああ、確かにずっと見てて。そうだね、そうだね。それが普通なんだ。 思いがちになってしまうと思うんだよね多分多分だけど、でも目の前に、自分の目の前に起こっているとが一番現実だ。確かに。確かにななるほどね。わあ思っておると思います。すごいな、すごい本質的な回になってね。大丈夫だったいや、こういうの重要よ。うんうん。 いやめちゃくちゃいい回だったな。ありがとうございました。1時間半あっという間だったんですけど。ありがとうございます。いやぜひね、あの、e d アス s ム、a m MK ね、インスタグラム、あと TikTok とかも全部チェックしていただけたらと。YouTube とかやってないもんね。YouTube やってない。そうだね。まあ、じゃあ、ソーシャルみたい。インスタグラム、TikTok、インスタグラム。俺に行ったインスタグラム。チェックしていただけた。ありなとざいます。ということで、また次回のエピソードでお会いしましょう。Peace!